でものすごい流されるな。9メートルですからね、風が。そりゃあね。遠光サングラスをつけてないからな、ちょっとラインが見にくいな。あ、来た、釣れた。よし。とりあえず今日は知り合いと来てるんで、ね、あ、新種だ、新種だ、やった。はい、なんとかミーバイ。なんとかミーバイ。瞳肌かな、なんだろうな、関門じゃないですこいつは。よかった、写真撮ろうっと。はい、じゃあ、はい、じゃあ、なんとかミーバイでした。ありがとう。はい、じゃあね。やった、まあ、風が強いんじゃ、風が強いなりの釣り方をしていきましょう。かっこ、いつもと変わらんけど。いつも通りの釣り方ですか。めっちゃくちゃに流される。左から右への潮がすごいんですよ。でも、この潮が強いときは、口なじが釣れます。あと前回もそうだけども、霞味ですね、回遊してるので、これね、大きいのからちっこいのまでいますね。なんかだがだが風が強すぎる。はい、一応ね、今日は知り合いと来てます、珍しく。本当はその2人で船に乗る予定だったんですけどもね、まあこの風でキャンセルになってしまったので、2人で北部に来てます。ここまで、こんなところまで運転していただきました、ありがとうございます。申し訳ないですね。しかもこんな風で釣りができるっていうことは、もうお上手な方ですからね。普通の人はちょっと釣りに行こうという発想にはならんよ。この風でもね、この波でも対応できるっていうのはすごいよね。偏光サングラスを忘れたから。よく見えん、普段車にね、置きっぱだから忘れちゃった。やった。あ、1点増え台。1点増え台だ。やった、新しい魚種だ。ここで釣れたのは初めてかな。え、なんだろう、一点増えたいかな。ヤマトビーじゃないですよね。ハイブリッド、キバがある。まあいいや、これはもう島袋さんが判断するから。調べて。新種です。やったやった。はい、じゃあ多分一点増え台でした。ありがとう。やった。海が荒れてね、そこのインリーフに小さい子たちが避難してればいいんだけどね。お、ウガスがいる。軽いし、やっぱ、いやー、風が強いから海も大荒れで、魚が避難してるだろうと思ったけども、なんもいねえな。なんもいねえんだけど。どういうこと、なんか当たりだった。あー、へそかな、当たりがあるぞ。あー、あれ、へそか、なんだなんだなんだ、へそか、へそだ。へそくんが釣れました。やった。だが君はもう釣ったんで、そのまま帰ってもらおうか。ありがとう、エソくん、さよなら。バイバイ。よし、この辺から、関門旗が釣れ出す。ただの砂地からそのマイクロアトールがコツ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 出てくるところですね。軽石が手前側にあるな。
わあ。やば。軽石がえらいことになってる。おお。いいのが釣れてる。いやーよかったよかった。釣れ出して安心ですよ私。わお。やっぱこういったところでも根掛かりせずに楽しめてるっていうのは上手い人だよ。上手だわ。見ててよくわかる。ちゃんと沖縄の釣りをやってきてる人ですね。いろんなところで。あしゃあ。おお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 よいしょ。あ、太い。でかいんだけどちょっと。いいサイズの関門肌ですね。いい太鼓だ。ちょっと君は写真撮っとこうかな。だいぶだいぶいいのが釣れてしまった。口には入ってない。関門肌くんありがとう。うわ。よさげ。よさげ、よさげ、逃がしたくない。でかい山飛び。よれた。ちょっと、ちょっと君は、ちょっと君はフィッシュグリップで行こうね。やったー。はい、でかい、ヤマトビニセクロホシフエダイと思います。思いましたよ。しかもめっちゃ綺麗だなこれ。やったい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 た。やったちょっと大きいヤマトビと思われる魚でした。よし、逃がしてあげましょう。はい、ありがとうございます。バイバイ。よっしゃ来た。あああ、やっちまいました。流れに乗せるだけ。来た。なんだ次は。なんだ。ゴリバキゴリバキ。あ、なんだこれ。なんだこれ。なんか知らん魚来た。やった。あー逃げられたくないな。はい、シランベラが釣れました。シランベラ。はい、わかんないベラです。やった。これも写真撮りたい。はい、ありがとうベラくん。シランベラありがとう。あれ、せーの。はい、じゃあね。やった。シランベラでした。釣れているのか。めっちゃいい魚を釣っている。魚たちはこっち側のインリーフ、潮だまりというかビーチサイドに避難してたのか。いやでも来てよかった。ここ案内できて。まあ知ってたんだろうけども、よかった。もう最初来た時はもう荒れまくっててもうダメかなと思ったけど、潮が引いて連れ出して来てよかったって思えるようになりましたね。お互いに連れてるしね。やった嬉しい。ちょっとあれだな、ソロで釣りするより嬉しいな。お互いが釣れてるっていうのは嬉しいな。来た甲斐があるわ。